はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきたいと思います。このまま42話へ進んでいきましょう。大マゼラン銀河サレザー恒星系大ガミラス帝星長い。ガミラス総統執務室。あ、そうか、呼び出し食らったんだもんな。ドメルよ、元帥閣下。あ、こいつが元帥なんだ。え、デスラー総統が暗殺された。バラン視察のために出発していた。航路を知るのは2人、リッツ提督ともう1人はあなただ。首謀者として告発しますって。いや、絶対もっと知ってる人いただろう。リッツ提督と共謀し帝国の支配権を確立するためになんちゃらかんちゃらみたいな。奥様も身柄を拘束された。彼女は反政府運動に加担していたのですよ。いや、それは知らんな。皆さんそうおっしゃいますっていう人もそうおっしゃうよね。疑わしきは罰せよ。己の罪を認めよ。いや、やってないもん。だってやってないもん。冤罪だよ冤罪。悪空間ゲート。ヤマトのブリーフィングルーム。大宇宙の灯台といえる存在、イスカンダルの旅の中間点。洋百中間点かよ。ハブスステーション。俺もさっぱりわからん。ああ、なるほどなるほど。バランが中継点なんだね。で、そこからいろんなところへワープができると。貴重な情報をもたらしてくれた方を紹介しよう。ユリーシャ。森専務長に似てますね。それはさ、さっきの綺麗だっていうのをさ、森専務長が綺麗だって言ってんのと同じだよね。だって似てるって言ってんだから。ヤマトの自動後方システムの中で眠っていた。精神攻撃の影響で目を覚ました。まあ霊媒体質だからね。まあ、こいつあんまりなんか喋んなくね。ご協力に感謝します。まだ寝ぼけとるのか。あ、そうそうそう、雰囲気違うよ。不思議ちゃんタイプでした。お堅い美人ちゃんもゆるゆる天然かわいこちゃんもどちらも OK。
怒りに燃えるアンドロイド。俺のストライクゾーンを甘く見るなよ、ナイン。俺のストライクゾーンも甘く見るなよ。いやでもさ、みんな千歳ちゃんのこと責めてるけどさ、一応職業選択の自由っていうのがあるからね。せっかくさ見つけたさ職場なんだからさ、まあちょっとねブラックかもしれないけど、羽振りは良さそうだからね。ちゃんと仕事さえすれば。仕事ができないとちょっとあの企業はやばそうだよね。お前は使えんみたいな。1万隻以上の艦艇が集結しているって。式典的な意味合いか。観艦式。ガミラスのほぼ総戦力の可能性もあると。なんでさガミラスの戦力をさそれで把握してんの。わかんなくね。実はもう1万隻いるかもしんないじゃん。第42話、暗き光を越えて。でいいんだよね、あれなんか暗いとか黄昏みたいな感じだからね。見よ、まさに壮観である。リッツ提督失脚か。各艦の状況はほぼ集結したと言えます。ここにアトミックバズーカを打ち込もうよ。アトミックバズーカを。あの艦艦式ってどれだけの戦艦がいたんだ。ならん。ひ、すいません調子に乗っちゃいました。純潔こそ正義。これより重大な事実を発表する。通信回線をオープンにしました。我が輩は非常に辛く悲しい報告をしなければならない。アルベルト・デスラーがこの世を去られた。帝国を導くべきは誰か。我が輩はここに誓う。帝都バレラスへ進行。天の川銀河方面のゲートに反応。2機か。新ドラゴン出したいけどな。悩むね。なでしこの移動力って6だったっけ。戦艦がね多すぎるんだよね本当に。スメノギさんレベルめっちゃ低いな。出すか。火力がないな今回は。テッサも相変わらずレベルが低いな。結局火力が低い戦艦だとあんまり敵を倒さないからね。
1,2,3 とで、そこからね、メタスは今回外そう。ニューガンダム、もう上からのガンダム系でいこう。サバーニャ出そう。ユニコーン、バンシーは飛ばす。グレートマイトガイン、ブラックサイナ、シンゲッター、マジンガー、マジンガー、あと1体。エヴァ OK。 すごい数の艦隊だ。1万隻以上という話は本当だったか。1人何隻？ちなみにさ、なんかこの背景になってるさ、黄色い粒みたいなのってこれ全部艦隊かな？星じゃなくて。スマートに行こうぜ、スマートに。突撃準備。敵陣形を崩し、大マゼラン銀河のゲート、敵の機関を目標に、まあ、頭を狙うっていうのはね、やっぱ基本だからね。なるほどね、密集された中に入っちゃえば敵も簡単には攻撃ができないということか。もうどん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 突っ走っていこう。じゃあ加速、魚雷、ちょっと奥のやつにしよう。まずは戦艦をどんどん前に出していこう。移動後の攻撃がないのか。トランザムかければ確か移動後の攻撃もできた気がするけど。で、加速ができるやつはもう加速を使おう。なるべくヤマトを中心に。やっぱりね、見下すっていうのは良くないよ本当に。こっちの加速はあるな。できればヤマトのな、一個前に出たいんだけどな。倒せんか。でね、このハイパービームサーベルとね、ハイメガキャノンってね、
攻撃力200しか変わんないんだけど、エネルギー消費量が全然違うんですよね。あと射程が1長いのか、ハイメガの方が。あれアムロってまた1個覚えてないんだ。勇気を使うのはさすがにもったいないからな。村正ブラスター動いてないのに覚醒持ちか。ハロ、ハロはね基本的にあんまり覚えないからね。1から7ってすげえな。バナージも覚醒持ちか。でも覚醒ってねめちゃくちゃ使うからね。マジンガー、こいつはあるのか。ない。気迫とかあんま使わなそうだな。シンジ君はあるね。次のターンをちょっと1回突撃させて陣形を組んでいくか。何倒せない。ディストーションアタックをかけないと無理か。やっぱりね反撃の攻撃力が上がってんのはほんと強いわ。意外にみんな命中力高いな。指揮範囲内にいるはずなんだけどな。意外に食らう。 NTD これは左にも派遣した方がいいかな。戦艦対戦艦、来るやつは1ターン目から来るか。戦艦は射程が長いね。こういう時にねマップ兵器の出番なんだろうけど、あの左上にいるやつとかねなるべく倒したいんだけどな。じゃあちょっとスメラギさんでいくか。まずは GN キャノン。ガードがありか。どうするかね。バイタルダウン、そういや持ってたな。いや援護攻撃ありだから攻撃して倒した。でちょっとこいつは左に行こう。一気にレベルが上がったな。でシーブックはもうここまでしかいけないか。ピーコックスマッシャー数を減らす。
球人を舐めるなよ。そうか、アキトはあれだ、重力化ビームがないからエネルギーにはちょっと気を使わなければな。やっぱりなでしこは出した方がいいね。高機動攻撃でいこう。 43%。 食らった。敵艦隊に向けてレールは一直線。こいつも左に行くか。軽トラ貢献。うわー、入るか。入るとな、ちょっとめんどくさいからな。 100% スーパーロボット系だからね。よし、トビアもちょっと前線に出すか。スカルハートスペシャル 36% か。みんな強いね。でヤマトはもう中央突破。あれ、突撃戦法なんていつ覚えた。え、突撃戦法って何ここで覚えたのか。うお、各砲座攻撃開始するぞ。第一戦速、背景がすげえな。第一戦速要素の波動砲撃監修展開。打ち方はじめ、打ち方はじめ。応援増速黒二重、増速黒二重、地中にカツを見出すわ。戦いはまだ終わってはおらん。警戒を怠るな。総員退官、いかんなが船を放棄する。すげえ、黒二重ってどういうこと。ただちょっと突出しすぎだからな。もう一回加速をかけよう。15回復するからねこいつは。57か。ひっついてるとね、援護防御が入るから、それがほんとめんどくさいんだよな。これは7000か。これ1個しかないからね。この世界にゲッター戦はあるの？そもそも。よし。2700だったらこいつで倒せるな。一回あれがないのか、自分でこれをかけないといけないのか。テスタ艦長でも精神コマンドがいいね。で、これはこのまま右部隊を制圧するか。でこいつもちょっと一回ブラックホールキャノンを撃って、ゼータもこっちへ派遣するか。であんまり
エネルギーを使わない方向で57を倒そう。ダブルデータエネルギーを節約しつつ、クワンタトランザムで50か。こっちの舞台がなんかだいぶ遅れてんな。ひどいな、この作戦まともな神経じゃやってらんないとか言ってるよ。そりゃそうなんだろうけどさ、そんなね言うことないじゃん。覚醒か、結局覚醒自体がね使うからね、どうしても。それこそロックオンの2台打つぜが、ああそうか、ユニコーンあれか、覚醒かかってんだ。ここに置こう、シールドパネル。あとは反撃でどれだけいけるか。そう考えるとな、底力も結構いいかもしれないんだよな。魂か、今回回復キャラを、そういや持ってきてねえわメタスの代わりにダイアナエースを持ってこようかと思ったけど、ビューナスエースだっけ、どっちだっけ忘れてしまったな。やばい、ハサウェイ底力あるか。ハサウェイ底力がなさそうだけどな。ハサウェイにあんまり底力というものを感じられない。一斉者。ぶっ倒す。敵の数がだいぶ多いな。一応みんな結構近づいてきてくれるね。こいつらも来るか。9000は無理だな。アムロに対しても 26% か。やるな。ごわっ、やばい、やはり強い。さて、なるべく倒したい。12000。こいつだっていうのいたな。よし、 GN キャノン。左の方へ突っ込んでいこう。 OK、
級を覚えたか今。一応ね 10% 回復があるからね。 20% シーブックに任せよう。おお、ピコクスマッシャーがここに置くか。魔人パワー発動。4300、7000、こいつだな。よし、グレートエース。これももったいないね。道輪剣でいけるよね。ここでいいか。ディストーションアタックはもったいない。これにしよう。やっぱちょっとなでしこ C がいないとエステバリスの運用がきついな。愛を覚えたか。で一応切り込もう。ヤマトは突撃戦法が P 兵器だからこのまま突っ込むか。突撃、これはあれだな、入るパターンだな。1万あるか。強い、この戦艦が強いのか。この方メルトリア級。デストリア級は多分そんなに強くないんだよな、多分だけど。じゃあこれはゲッタートルネードとかでいい気がする。しっかりなんとかポイントも稼いでいきたいからね。1万4000か。ギリギリ倒せなかったな。これは倒しておくか。やはり数を減らしておこう。カミーユもな、一回にエネルギー食うからな、なるべく節約して。であとはこの戦艦の中へ突っ込んでいかないといけないけど、さすがにこんないっぱいいらないな。ユニコーンこっちに派遣しよう。MTD はもったいない。ビームサービスで十分。火力的には熱いね、こっちも。ロックオンもこっちに持ってくるってか。加速あるやつだな。加速あるやつを左に持ってこう。シンジ君。加速ばっかり使って。SP がないな。まあいいか。こっちは戦艦群だからな。まあ、まずは。テッサで一つ倒す。あんまり前に出すぎると多分陣形を組めなくなるから。魔人パワー発動。ファイナルブレストノーバー、これ絶対倒せる。1万とか強すぎアムはね食らったのか。フルオールレンジアタックも使ってこう。よし、アムロちょっと一回技量10くらい上げようかな。これの P 兵器ってすごいな、まあ、強いわけじゃないけど。ミサイル前段発射。ああクアント無理か。ちょっと一回セーブをしよう。敵の数がさすがに多いね。
エネルギーがマジなくなる。ビームライフルなんで、ミサイルが4つあるよね。使っちゃおう。これも国境でいいでしょ別に。こっちを狙ってくるか。なかなかやりおるわい。やばいやばいやばい、テッサタンがやばいぞ。攻撃しようやばい、本当にやばい。狙ってきたか。ゼルクート2世。あ、これあの船の名前か。運命の差だな。来るがいいヤマトよ、このゼーリック相手になろう。誇り高きガミガスの戦士将軍。まずこそが力よ、力こそ正義。今こそ野蛮なるゼロン人に正義の鉄槌を。副将、敵の攻撃を解析できるか。はい、すでにリーミ君に指示を出しています。戦力差は承知の上だ。主砲、三式弾装填。主砲1番2番三式弾装填。主砲1番2番三式弾装填完了。自動追尾始め。目標に照準合わせ。自動追尾よし、照準よし。撃て、ターン。無意な挑戦、それは万有と呼ぶべきの。さすがに強いな。こいつどうすっかな。2600、あれがないんだよね。あ、届くわ。一回回復したいな。なんかある？精神で全員 50% 回復的なのか。友情信頼、絆5000か。今回5000になってるんだ。絆持ちって誰？あ、弁慶も持ってるんだ。渚薫って何他に持ってた？精神コマンドで熱血的なものがなければ。あ、覚醒持ってんだ。どうしようかな。ヤマトの真田副長が何を持ってるかだな。かく乱か。かく乱悪くないね。悩む。いいものが出揃っている。弁慶、ちょっと待ってね。弁慶の精神コマンドを見ると、弁慶に使わせよう。忘れないようにゲッター最後だな。まずは GN キャノンでこいつを倒すと。ここで電子の妖精があればさらに楽だったんだけどな。電子の寄せっていうかハッカーみたいなやつ。エネルギーがなくなってきてる。動輪剣しか使えんわ。マジか。いや、数が多いときつくなってくるな。キュートな段数っていうのもだいぶ助かるんだよね。サウェイも食らってるからな。で、ファンネルミサイルが8発にエネルギー45だから、
燃費はいいんだよね。やばい、やられた、ハサウェイがやられた。かく乱をかけておくべきだったか。そうなるとスーパーロボットが強いよね。あんまりダメージ食らわないからね。食らった時が痛いんだよね。食らった時が。あ、しまった、援護攻撃が入るんだった。援護防御か。で、後ろから攻撃していきたいけど、やっぱりでもやっぱこいつだな。でこっちに行ってマジンガン1万ってどうなの。そうか、うーん、突進軸んでカオスをやり初戦闘か。前に出して大丈夫だよね。食えない。すげえな、やっぱり。アムロも前に出そう、もう。ちょっと怖いけど。ビームガンしかないの。トランザムで確実に確実に行こう。突撃か。ロックオンに突撃って微妙なんだよな。で少し防御系のやつをかけておきますか。復活ひらめきとかある？靴しかないか。うーん、攻撃を仕掛けちゃおう。無能だな。主人公はね、さすがに修理があるとはいえ修理はしたくないからね。自分にかけよう。あ、次のターンで倒せそうだな。とりあえずもういいや、ゲッターは絆を一回かけよう。弁慶のハートとかで、ひらめきをかけてストナーサンシャイン、むちゃ強い。でユニコーンこっちに行こう。あー、こいつらもくっついてんのか。てかバナージ回避率めちゃくちゃ高くないか。カミューとかもそうか。よし、これでいいでしょう。ヤマト狙いか。うわ、結構食らう。やばい、マジヤマト狙いだな。
これは防御しておこう。ちょっと減ったね、減ったパーツって何？ファイタルダウンか。ど根性的なのある？ない。一応吹っ飛ばないとこう。魂なんて持ってんの？沖田艦長マジか。で先にこいつを倒したいから、どうしようかね。83機64機64機ちょっとバナージ確実に行こう。確実に さてじゃあ祝福を。こいつ機体持ってんのか。フェルト呼吸持ってんのか。突撃してぶっ倒しますか。敵軍に突っ込め。そこに活路がある。島、敵の懐へ突っ込め。第一戦速ようそろう。可動砲に展開。ヤマトの攻撃ほんとかっこいいよな。打ち方始め。もっと深くだ。暴言増速。はい、暴言増速。これが沖田戦法。満足どもよ。我が輩はガミラスの統治者なのだ。お、二つ持ってるね。16,800円で金もだいぶ持ってた。まだ沈んではおらん。粘るのは粘るね。指定のポイントってどこ？手はず通りの位置へ急げって。それはどこやねん。え、本当に？ヤマト、バランに死す。ゲシュタム機関って何？これは2世。ご機嫌のようだね、ゼーリック君。貴様はもう普通に反逆者だな、こいつ。あれは影武者。かわいそうに影武者。黙れ。強いものにこびる、それがゲールだ。ゲール少将。
あれ、艦隊が少し増えてる。波動砲を使用する。了解。艦首を目標へ向けます。はい、開きます。放水中の機作動。最終セーフティー解除。訳室内多強粒子圧力上昇。ターゲットスコープオープン。この古代ってさ、いつあのサングラスみたいなのかけたんだろう。対処区対先行防御。電影クロスゲージ0の20昇進固定。発射まで3、2、1。波動砲発射。いつの間にかかけてるよね。誰かにかけてもらったのかな。下手くそめ、どこを狙っている。バランスエネルギーコア制御不能。悲しき最後だったな、あいつも。ゲートアウト。あれは大マゼラン。顔が元に戻ってるっていうか眠気が覚めたのかな。ボーナスシナリオ、お次分岐か。ファクトリーへ行きましょう。あれ、リディ・マーセナス。そうか、前回はパイロットの祝福がなかったのか。ラックス。ラックスクライン、今回なんかめちゃくちゃ影薄いな。お、タック100ポイント。そろそろ少しタック消耗するか。だいぶ貯めてきたからね。あなた何？不完全ね。だから日々迷っているのだよ。S アダプターがあるのか。S アダプターって2個持ってんのか。まあいいかな。というところで、じゃあ第42話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。